ここからは言えば言うほどですはい、えー、先ほどのことに関しましてまだたくさんのお便りいただいてますまたあの機会があって皆さん方のご意見もご紹介できればと思っておりますけれどもはいさあ次はこちらの方のお便りの束でございますこれはもう今日も来ましたはい先週からもずっと来てますあ引き続きの話題はい、はい、先週というと10日あたりからもう来てましたよおもうそんな頃からはいはい、はい で、こちらのお便りですけれども、えー、Y 亀吉さん、来年の4月に日本テレビのアナウンサーで入社する、入社する内定を受けていた、あ東洋英和学院大学4年の笹崎、えー、里奈さんというですかね、はいえー、22歳が東京銀座のクラブでホステスのアルバイトをしていた経験があったことを理由に内定を取り消されたのは不当だとして日本テレビに地位、えー、確認を求めた えー、控訴の第1回口頭弁論が14日東京地検であったそうです訴状によりますと笹崎さんは昨年9月に、えー、この日本テレビのセミナーに参加し今後他社への就職活動をしないことを条件に内定通知を受けましたが今年3月人事担当の母の知り合いが 経営するクラブで短期間アルバイトをしていたことがあると伝えると5月に内定取り消しが通知されてしまったそうです通知書にはアナウンサーは高度な精錬性が求められるセミナーで提出した自己紹介シートにクラブでの バイト歴を記載しておらず、虚偽の深刻だ、などと書かれていたそうです。うん何やらば鹿げたことをこの日テレ担当者をほざいているんですけども、アホかと言ってやりたいです。この人は怒ってますよ。うん、僕が親なら怒鳴り込んで行って抗議しますけどもね、クラブで働く人は精錬さに欠けるというのは独自の偏見。 だと思いますと、まあ、この人はまだちょっと書いてありますが文字化けしてますのでここまでにしておきますけども何、うん、ですか女子,女子アナ、うん、女子アナ内定してました内定してましたでもあのよく調べたらあの銀座のクラブでバイトしてましたホ,ホステスのバイト短期間やってたと、はい、それは清廉性という女子アナという職業の清廉性と合わない、はあ、まあ女子アナは確かに清廉潔白でないとできんもんな <laughs> 本当やなえー、とかじゃあ工藤井紀夫さんからもそもそも今テレビに出てる女子アナに精錬性があるんでしょうか <laughs> えやっぱり精錬じゃないとできないんじゃないでしょうか <laughs> 本当にに、うん,ん、うん、えー、どんどん呼んできますよはい「えー、ハッシュタグリゾラ」さんから頂い,いておりますけれども銀座のホステスのアル,ボアルバイトをやっていたことがアナウンサーとしての品格を癒、えー、やしめるという日,日テレ側の判断ねえー、これを明らかに。 これを。 これ、明らかに間が抜けているというか、女子アナウンサーを自ら商品として扱ってますよと言ってるようなもんです。犯罪や明らかな不祥事を起こしたというのであれば、ましも。ホステス経験というワードを色物扱いすること自体ナンセンス。ホステスも立派な職業ですし、彼女たちは、えー、視聴者、すなわち日テレのお客様でもあるんです。マスコミこそが職業を色眼鏡で見ずに、懐の深いところを示さないでどうするんですか日テレは 間違いなくホステス強いては女性を敵に回したと思います」というお便り多治見子さんからもアナウンサーには高度の精錬性が求められるというものちなみに精錬とは心が清らかでよくと言って心が清らか。心が清らかで死愉、うん、のないか死の塊やん,たなんかか <laughs> めっちゃめちゃ死愉の塊やんかいやだってほら <laughs> ア,ルバアルバイトだった私はですよ AV やってましたえ、ね <laughs> オーディオビジュアルやテレクラやってたやそれはあのテレクラカードを袋に詰めてたのね <laughs> はい、松坂紀子さん聴き込まなくていいじゃん聴き込んでしまうそれやっぱり履歴書に書かなあかんかったやろうか私書いてないですねああ入社式の時まあ今頃は一緒やわ <laughs> 今頃は一緒よ。本当はあの頃、精錬性を求めて取ったと思いますけど。そうですか雇っていくうちにね、ちょっと間違ったなを言いながら、まあ、ええかと。あの、機能してるし。<laughs> 機能って機能してる。まあ、放送として機能してるし、まあ、ええかなんでしょうね。 ねえ<ー>とといいうことでございますで私欲のないことを言うそうですが、はいえー、先の傷なんかねいかにも言葉が過ぎてはいないかと思いますが局側女性に採用の際の練習になると称して学歴や職歴の記載を求めましたが女性は全てのアルバイト歴を書き込まなかったという事実は あったようです。ただホステスが清廉じゃないからと、はっきり内定取り消しの理由を挙げた日テレは。職業差別という意味でも、今後の論争の的になりそうです。はい、まあ、でも、あの、日テレは虚偽の記載っていうことで、あの、まあ。 ダメですよっていう判断をしたみたいですけれども、うん、さっき、真面目な話をすると、それはアルバイト歴っていうのは、じゃあ、どこまで履歴書に書かなきゃいけなかったのかっていう、隠してたわけじゃなくて、いちいちそこまで書かなくてもいいだろうと思って書かなかったものが、言いなさいよとか書きなさいよって言われた時に、この女性はあやってましたっていうことを、後から言ったら、えっと、隠してたって言われたわけでしょ。はいでも どこままで書きますかねアルバイト歴を、はい、短期で私なんかあの、ね、この番組で山のようにしてたのいろいろこう話してますけどあ,、はい、あれ全部書けって言われたら面倒、ね、くさい単に面倒くさいってだけで書いてなかったですけどそういういことです、うん、私も今あれです病院行くとですね、はいあの「お薬何飲んでますか?」って言われまして。うん いちいち書くのめんどくさいから、お薬手帳をッっと見せるんですけども、そういうバイト手帳みたいなのも、トランと、いっぱいやった人は、これですって言いちいちめんどくさいよね。いっぱいやってますからね。私もだから、オーディオビジュアルギャルとか、テレクラカード入れとか、全部聞かないかかったんですかね。現在も相撲部屋経営してたりしてないですよそれしてたら問題ですし、てません。してません。それはしてないですよね。はい。 というようなことやらこっち聞け和田光雄の声さんだいたい日本テレビのみならずテレビ局の社員は会社のお金でそういったクラブによく飲みに行ってるんでしょうあんまり行ってないです <laughs> 昔はあったかもかりませんけど近頃ないやろうな、うん、まあでも、うん、昼飯も出んも<笑><笑>あの近頃の,あのちょっと不景気事情はあるかもしれませんけど、うん、あの CBC 以外の曲だと分かりませんとかね、あ,あ,そあるかもしれません、いや、まあ、この不景気事情でっていうのはあるかもしれないですけど、本当にあの女子アナにそこまで精錬性って、精錬性って何のことだか分かりませんけど、うん、求めるのであれば、そういうホステスが精錬じゃないっていうのであれば、そこに行って飲んだりする男性社員、うん、アナウンサーは、じゃあ、精錬なのかっていう話になりますよね。 全くだって、別にホステスさんが行けないとも思わないですけど。うん、そちらを行かんというのであれば、うん、男性だって、そ、そとこいっちゃ精錬じゃないから。えっと、雇えない従業員としては、ダメだってことになりますよ。はい、あんな精錬とか、なんか書いたから、頑張ったんですよ。多分。うんうん、あそこの採用担当者は。はい、私みたいなやつやわ。何。えホステスさんにひどい目にあって、ね。<laughs> <laughs> ひどい目にあって、なんか何回もすっぽかされて。<laughs> こんだけやっとるのに、何や、これ。こんな周知会な経験者や。この悪女め言うて。そんなことはないですよ。はいそれに違いないわ。それはね、その人の解消の問題。ホステスさんのせいじゃない。で、この人は最後に書いてある。ねそんなことをね、まあやってる、ね、笹崎さんは訴訟に勝ってでも、こんなケチのついた就職先なんぞはね、見下り班つけてやるべきですよ。今こそ !CBC さんが 彼女雇ったったらのや。来てくれるかな。はあ。大体銀座でホステスやってたぐらいの人ですから、綺麗な子やと思う。まあでもごめんね、CBC に私がいるからもうあかんと思うわ。これもあって、これもあってという CBC の幅の懐の広さを見せつけたらええよ。そういう意味です。小高さんでも折れるとこや。でも折れるってどういう意味ですね。ねえ、ちょっと失礼な話ですよね。まだまだこれもね、いっぱいやっぱり興味があると見えて、うん、いろんなね、お便りもいただいております。はい。